愛い。じゃあ本日も始めさせていただきます。今日はですね、マオメイドさんのウールカシミアストレッチベストをご紹介させていただきます。こちらです。こちらのベストです。暗くて見えない、こんな感じです。こちらはですね、ウールカシミア混率が高いメルトンのような木目の不白ベストになってます。ニットじゃないんですよね。こんな感じでちょっとメルトン素材のベストになってます。目が結構詰まっているので、すごく軽くてあったかいお素材です。少し長めに丈がこんな感じでざっくりと開いていますので、レイヤードした時もちょっと抜け感が出せて、とっても素敵なベストになってます。そうなんです、きれいめで、結構きれいめでに着られるベストなんですよね。マオメイドさん、ありがとうございます。読んでもらってもいいですか。すいません。どう、ここまで。お、なんかこんぬつまが終わりました。こんぬつまがすごく可愛くて、ね、これ紺色ですかと。紺色ですか。紺色です。で、お色は、紺色とあとベージュと、あとですね、今日のスペシャルゲスト阿部先生がブラックを着てくださってます。大体の方が初めましてだと思うんですけれども、池袋店より阿部でございます。阿部さんです。これが黒です。下に今ちょっとタートルノースで着てるんですけど、結構余裕感があるのでシャツ着ていただいても可愛いと思います。今私と阿部さんは、はい、こういうちょっと透け感がある新作タートルです。ここお袖とお襟のところがちょっとこういうストライプ透け感がある生地になってます。今日タートルなんですけど、お腹ポッケついてます。ポッケついてます、はい、こんな感じです。天の声は阿部さんです。そうです。ちょっと突然なんか聞き慣れない声が発したと思うんですけど、私の声です。阿部さんです。仲のいいな、かわいいですよね。ありがとうございます。阿部さんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。そうです、中に着てるの可愛いんですよ。ちょっとこう今私寒くてヒートテック着ちゃってるので、この透け感があんま見えなくてすみません。ただお手のとことか首のところはちょっと透け感、白だとこういう透け感が出ます。ちなみに阿部さんのコーディネートはなんかスタートでネックに下はマルシャルテールの、セミワイドの紐をしてるちょっとあったかいパンツで合わせて、ちょっと上もオーバーサイズで下もちょっとワイドめのパンツ合わせてるんですけど、はい、このベスト自体そんな生地が厚くないので、ここのやっぱりスリットの抜け感でちょっとワイドめのパンツ合わせてもすごくバランスがいいですよね。あ、ヒートテック着ても可愛いと分かるのでいいです。その通りでございます。その通りですね。なんで春ちょっと暖かくなられたら、あえてヒートテック脱いで透け感見せていただいても可愛いと思います。デコボココンビで。私が身長167cm、 私151なので、完全にお尻が隠れる感じですね。私もこのくらいお尻が、ちょっと今日は2人ともあえて最近流行りの太めのボトムスを合わせる感じにしましたけど、ちょっとスッキリされたかったらテーパード型ですとか着ていただくとまたちょっと雰囲気が変わると思います。デニム可愛いですね。はい、でお尻隠れるのいいですよね。
構なんかもう12月で冬物結構いっぱいもうセーターとかねたくさん持ってるんで、なんかちょっと欲しいなっていう時にちょっとこういうベスト、ちょっとこうポイントになるようなものがあると、今から春先まで結構着回しが効くので、なんか今ちょっと買い足しでお買い物するにはすごくぴったりのアイテムです。後ろそうです、ボタンついてまして、そこ一つ外していただいて脱ぎ着する形ですね。そしてそうですね、身長どんな身長でもいけるとか最高です。そうですね、デコとここで大丈夫で。あ、お素材言ってなかったですね。素材は、ウール 80% にカシミヤ 10% と、ナイロン 9% ポリウレタン1% のお素材です。おサイズは、フリーサイズ、ワンサイズになってます。ウエストは切り替えですかということですが、切り替えはないタイプですね。ここポケットがこういう風にありますかしら。ポケットの縫い目なので、これは切り替えではないので、ちょっとストンとしたデザインです。アメさん、髪可愛いですね。ありがとうございます。アメさんだ、アメさんです。アメさんです。アメさん髪めっちゃ可愛いです。久々に会ったらこんなちょっと、そうなんです、変な人になっててすいません。可愛いお腹ゆったりめですよね。そうですね、かなりゆったりめですね。結構ピタッとはしてなくて、結構余裕感があるのと、スリットも深めに入ってるので、結構お腹周り気になられてる方でも来ていただけると思います。あとはアウターも楽々着れます。こんな感じで、あ、金髪になってる、金髪になってる。すごい素敵ですよね。すいません、ちょっと変わっちゃって。すごい可愛い。アウター着ると、アウター着ても全然中でもごもごしないので、すごいすっきりしてて、とても着やすいです。結構あったかいですね。ちょっと1枚あるだけで、はい、すごいあったかいです。細身で華奢な方とかはちょっと厚めのセーター着ていただいても十分着ていただけると思うので、寒いのがお苦手な方はちょっと下を厚めとか着てみていただいても可愛いと思います。もうちょっとあれですよ、手洗いはですね、ちょっとお素材的にウールとカシミヤになってるので、お洗濯はちょっと手洗いも不可になってございます。クリーニングでお願いします。あ、お値段ですね、すいません、お値段言ってなかったです。税込みで 14,080 円でございます。ですです、ちょうどなんか買い足すのに、そうです、お値段は結構お値段ですね、プチプラっぽさはあるのに、うんうん、素材感はウールとなので高級感があるので、ちょっとこう綺麗にお使いいただけます。ワンピ合わせも可能ですか。あ、いいですね、シャツワンピとか。そうですね、あとニットワンピースとか、あとシャツワンピースとかでしたらば合わせやすいかと思いますね。ちょっと今着せてみますね。こういうのに阿部さんの着てる黒を着たら可愛いですよね。襟出して、なんかこの首元もそんなに空きが深くないので、首綺麗に見せてくれる広さになってます。阿部さん、しみさん、こんにちは。こんにちは。お二人レアですね。久しぶりの再会ですもんね。そうなんです、すごい レアな2人でお届けしてます。いいです。あ、小野さん、あ、小野さん。あ、ギョンちゃん。あ、あえて嬉しいなんて言っていただいてありがとうございます。嬉しいです、ね、嬉しいです。こんなあれレアキャラなのに
ぜひ今日は2人で池袋にいます。はい、今日は珍しくですね。ですね。久々に2人して池袋におりますので、あのお近くにお越しの際は皆さん遊びに来てください。時間あられるようでしたらば、ぜひぜひ。そろそろ。そろそろじゃあ。時間で ありがとうございます。皆さん気をつけてください。そうなんです、ちょっとねかわいそうな形になっちゃってて、でもまた美人さんなので、いやメガネはメガネのかわいいさが、いやじゃあそんな感じで、はい、今日はあと2人でデコボココンビでお届けいたしました。